北里芝三郎、北里芝三郎、北里芝三郎、1853年1月29日、加盟5年12月20日から1931年、昭和6年6月13日は、日本の医学者、細菌学者である。ジュニー、訓移当局実大受賞、男爵、医学博士、私立伝染病研究所。 現在の東京大学医科学研究所創立者兼初代所長、つくしが、岡洋聖園、現在の北里大学、北里研究所病院創立者兼運営者、第1回、ノーベル生理学、医学賞最終候補者、15名のうちの人、私立、北里研究所、現在の学校法人、北里研究所創立者兼初代所長並びに、北里大学学総。 慶應義塾大学医学科、現在の慶應義塾大学医学部創立者研、初代医学課長、慶應義塾大学病院初代病院長、日本医師会創立者研初代会長。日本の細菌学の父として知られ、ペスト菌を発見し、また破傷風の治療法を開発するなど、感染症医学の発展に貢献した。文科生らは、ドンネル先生との愛称で恐れられ、 かつ親しまれていた。日後国阿蘇郡小国郷北里村、現、熊本県阿蘇郡小国町に生まれる。父のこれス、これのブ、1829年から1902年は、昭屋を務めた。温厚特実、貴重面であった。母帝、帝、1829年から1897年は、文後森藩士、加藤海介の娘で幼少時は、 江戸で育ち、嫁して、あとは庄屋を切り盛りした。柴三郎の教育に関しては甘えを許さず、親戚の家に預けて、厳しいしつけを依頼した。活達な性質で、柴三郎が指導者としての性格は、母からであろう。柴三郎は8歳から2年間、父の姉の嫁ぎ先の橋本家に預けられ、漢学者のおじから4章五教を割った。帰宅後母の実家に預けられ、 儒学者、園田多元の塾で、漢籍や国書を学び四年を過ごした。その後、来島藩で武道を習いたいと申し出たが他藩で、あるので許可されなかった。実家に帰り父に、熊本に留学を願い出た。1869年、細川藩の藩校自習館に入寮したが、翌年7月廃止された。それで、熊本医学校に入学した。その教師、 マンスフェルトに出会ったことをきっかけとして、本格的に医学に目覚めることとなった。特別に語学を教わり、3年間在籍したが、2年目からは通訳を務めている。マンスフェルト、職員、生徒の集合写真には、マンスフェルトの横に写っている。1875年、明治8年に、東京医学校、現、東京大学医学部へ進学したが、 在学中よく教授の論文に口を出していたため、大学側と仲が悪く何度も留年した。1883年、明治16年に医学士となる。在学中、医者の使命は病気を予防することにあると確信するに至り、予防医学を生涯の仕事とする決意をし、移動論を書いた。演説原稿が残っている。卒業時の成績は26名中8位であった。 その後、長与選生が局長であった内務省衛生局へ就職。同郷で東京医学校の同期生であり、東大教授兼衛生局試験所所長を務めていた小形正樹の計らいにより、1885年、明治18年により、ドイツベルリン大学へ留学。ホッホに指示し業績を挙げた。1887年、明治20年、 石黒忠則陸軍省医務局長はベルリンを訪問、北里にペッテンコーフェル研究室に移るように指示したが、コッホに面会しコッホの期待の大きさを目の当たりにした石黒は移動命令を撤回した。1889年、明治22年には世界で初めて破傷風菌だけを取り出す、破傷風菌純水培養法に成功。1890年、 明治23年には、破症風菌抗毒素を発見し世界の医学界を共嘆させた。さらに、血清療法という、筋体を少量ずつ動物に注射しながら、血清中に抗体を生み出す、画期的な手法を開発した。1890年、明治23年には、血清療法をジフテリアに応用し、同僚であったベーリングと連名で、 動物におけるジフテリア免疫と破傷風免疫の成立についてという論文を発表した。第一回ノーベル生理学医学賞の候補に柴サブ三郎の名前が上がったが、結果は高毒素という研究内容を主導していた柴サブ三郎でなく共同研究者のベーリングのみが受賞した。柴サブ三郎が受賞できなかったのはベーリングが単独名でジフテリアについての論文を別に発表していたこと。 ノーベル委員会や選考に当たったカロリンスカ研究所が柴サブローは実験事実を提供ただけで免疫血清療法のアイディアはベーリング単独で喪失したとみなしたこと、小創説直後の選考で、後のような共同受賞の考え方がまだなかったことなどが要因として挙げられている。柴サブローに対する人種差別を理由とする明確な証拠は見つかっていない。 論文がきっかけで、欧米各国の研究所、大学から多くの招きを受けるが、国費留学の目的は、日本の脆弱な医療体制の改善と伝染病の脅威から国家国民を救うことであると、柴三郎はこれらを誇示して1892年、明治25年に帰国した。ドイツ滞在中、格下の原因を最近とする東大教授、 お形正樹の説に対し、活気け金ではないと批判を、呈したため、お形との絶縁こそなかったものの、恩知らずとして、母校東大医学部と対立する形となししまい、帰国後も、日本での活躍が限られてしまった。この事態を聞き及んだ、福沢諭吉の援助により、私立厳選病研究所が、設立されることとなり、柴三郎は、初代所長となった。その後、 国に寄付され内務省管轄の国立伝染病研究所、現在の東大医科学研究所となり、伝染病予防と細菌学に取り組む。1894年、明治27年には、ペストの蔓延していた香港に、政府より、派遣者、病原菌である、ペスト菌を発見するという業績を挙げた。金金伝染病研究は、衛生行政と、 表裏一体であるべきとの信念のもと、内務省所管ということで研究に当たっていたが、1914年、大正3年に、政府は、所長の柴三郎に、一切の相談もなく、伝染病研究所の所管を突如文部省に移管し、東大の下部組織にするという方針を発表した。長年の東大との対立が背景であると言われている。医科大学学長であった。 青山種道が所長を兼任することになった。柴三郎はこれに反発し所長を辞し新たに私費を投じて、私立、北里研究所、現、社団法人、北里研究所、北里大学の母体を設立、狂犬病、インフルエンザ、赤痢、発信チフスなどの血清開発に取り組んだ。雪地の没後の1917年、大正6年、 諭吉による長年の多大なる恩義に報いるため、慶応義塾大学医学部を創設し、初代医学部長、付属病院長となる。新設の医学部の教授陣には、ハブの血清療法で有名な北島太一、第二代慶応医学部長、第二代日本医師会会長や、リ力菌を発見した、志賀清など北里研究所の名だたる教授陣を、おしげもなく送り込み、芝三郎は、 修正無休で、慶応義塾医学部の発展に尽力した。また、明治以降多くの医師会が設立され、一部は、半目視野などバラバラであったが、1917年、大正6年に、柴三郎が初代会長となり、全国規模の医師会として大日本医師会が誕生した。その後、百二十三年、大正十二年に、医師法に基づく日本医師会となり、芝三郎は、 初代会長として、その運営に当たった。妻の子、虎、1867から1926は、松尾茂吉の次女。1883年に結婚し、6人の子、三男三女を育てる。長男、俊太郎、1895体は、放家、次男、善次郎。1897は、理科に進んで制御し、末尾、梁四郎。 1907は、工学に進んで、実業家となる。長女、安子、1893は、学習委員女学部を出て、渡辺鉄道妻となる。長男の俊太郎は、土木、鉄道技術者の杉浦隆三郎三女、照子と結婚し一時をもけたが、三井物産在職中の1925年に9歳年下の22歳の赤坂の芸儀、とじ樹と中禅寺子で、 新獣未遂、芸儀は、水しを起こし、テルコと離婚後、1927年に、横浜の絹織物商、C の小兵商店の長女、文と再婚した、前妻テルコは、大倉官僚で、日本長期信用銀行書大統領の原国堂と再婚。芝三郎には、書子も複数あり、柴崎中との間に、文太郎、1918、竹次郎、 1922、後生物学者、三村孝との間に、富、1915対、陽子、1918、正十郎、1921を設けた。弟の北里崎男は、帝国生命保険会社、現、朝日生命保険相互会社の大株主であり常務、取締役、弥生無人会社顧問で、妻は、柴三郎の妻の妹、妹のは、 新刊の倉原おもんみ、暁の妻となり、その息子に、詩人の倉原真次郎。別の妹修は、おもんみ、暁の弟で、政治家の倉原これ広の妻で、その息子に評論家の倉原これと、明治製菓株式会社最高顧問の北里一郎は、孫にあたる。以下は、北里研究所氏より、以下は、北里研究所氏より、以下は、 北里,北里研究所氏より、以下は北里研究所氏より、以下は北里研究所氏より、以下は北里研究所氏より、日本を代表する医学者として、野口秀夫と並び、当時は世界的に有名とまではいかなくとも著名であった人物である。また野口は北里研究所に研究員として勤務しており、芝三郎とは形式上指定関係である。 またテルモの筆頭設立発起人でもあり、CM にたびたび登場していたこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。